お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 読売ジャイアンツベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それでは早速ね、開封していきたいと思います。はい、とまずは後編の1パック目でございます。西舘雄飛投手でございます。でこちらがですね、吉川尚輝内野手のカードでございます。横川凱投手のキラでございます。菅野智之投手のカードでございます。門脇誠内野手でございます。松原聖也外野手でございます。直江大輔投手でございます。2袋目でございます。横川凱投手でございます。吉川尚輝内野手でございます。西舘雄飛投手のキラでございます。佐々木俊介外野手のカードでございます。井上温人投手でございます。阿部慎之助監督でございます。平内優太投手でございます。3袋目でございます。戸郷投手と山崎投手のカードでございます。今村信孝投手でございます。山崎伊織投手でございます。キラでございます。松原聖也外野手でございます。泉圭介投手でございます。近藤大輔投手でございます。郡拓也捕手でございます。4袋目でございます。山崎伊織投手でございます。フォスター・グリフィン投手でございます。門脇誠内野手でございます。キラでございます。又木哲平投手でございます。岡田裕樹外野手でございます。萩尾雅也外野手でございます。中川浩太投手でございます。5袋目開封していきたいと思います。バルドナード投手でございます。高橋礼投手でございます。小林誠司捕手でございます。キラでございます。山田雄星投手でございます。梶谷隆之外野手でございます。佐々木俊介外野手でございます。門脇誠内野手でございます。6袋目でございます。これは坂本勇人内野手のカードでございます。菊池大輔投手のカードでございます。
でこちらはね大勢投手のねカードでございます。萩尾雅也外野手の平でございます。山瀬慎之介捕手でございます。浅野翔吾外野手でございます。畠清秀投手でございます。畠清秀投手でございます。7袋目でございます。湯浅大内野手でございます。中山ライト内野手でございます。でこちら大城匠捕手のカードでございます。吉田幸典捕手のキラでございます。森田俊也投手でございます。増田陸内野手でございます。高梨雄平投手でございます。8袋目でございます。戸郷翔征投手のカードでございます。で、又木哲平投手でございますが、こちらね、鏡張りになっております。こちらがですね、200C の、ね、カードでございます。ごめんなさいね、これなんで横になっているかと言いますとですね、横になっているとね、私の顔が映ってしまう恐れがあるのでね、申し訳ございませんがね、ちょっと横にさせていただきました。はい、続けていきたいと思います。京本誠投手でございます。でこちらがね、チェックリストでございます。浅野翔吾外野手でございます。高星雄二投手でございます。山瀬慎之介捕手でございます。最後9袋目でございます。吉川直樹内野手のカードでございます。船場様広正投手でございます。堀田健信投手のキラでございます。ケラー投手でございます。萩尾雅也外野手のカードでございます。白木大和投手でございます。で最後は大江雄星投手でございます。以上で BBM 読売ジャイアンツベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。で明日ですね、後日届きましたら、北海道日本ハムのベースボールカードもやりたいと思っております。でその後は、2024プロ野球チップス開封動画、第11回目をやりたいと思いますし、で12回目で、そのプロ野球チップスは終わりたいと思います。でその後に、第2弾が出ると思いますので、第2弾ももちろん、開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で今後はですね、大相撲の方もできたらやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で私のサブチャンネル僕の料理チャンネルでは夕飯動画、毎週水曜日にやっております試食動画を中心に上げておりますので、もし興味のある方はね、そちらも見に来てください。はい、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。